演舞開演。どうも、本日はこちらシャトレーゼの塩豆大福粒あんを食べたいと思います。以前こしあんは食べたことあるのですが、粒あんってことはなんか違った味わいがあるんだろうな。ちょっとでは、いただきます。コシとは違う美味しさがやっぱりありますね。もっちりとしたお餅を噛みしめると、中から豆の食感と粒あんの食感、2種類の異なる粒々の食感を楽しむことができました。そしてコシあんにも少し塩が強いような気もしましたね。炊き方が違うのでしょうか。まあ、こちらは どちらも美味しいですけどね。和菓子を楽しみたい方はぜひおすすめできる一品です。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。